この穴にミチ糸を通します。少し長めに取ってミチ糸の先端を持っておき、このまま引っ張ります。こういう感じで全て通ります。最後にここに通ってある猿管だけ抜いて、あとは結びます。次に浮き止め糸を抜きます。あとは抜いた糸のこの両端の部分を持って縛ります。2つあるのでもう1つも同じように両端を持って縛ります。ここで浮きが止まるようになります。カラマンボウの中の棒をセットします。ここに棒をゴムの中に通します。針をつけるだけ。棚が決まればもう一度きつく縛り、この余分なところはカットしてください。